はい、お疲れ様です。トラックオンダラクーン3、続きをやっていきましょう。前回、英文、文記じゃないな。英エンドを見たんですよね。0章から始まって、5、4、3、かな ?2、2だよね。2で1を倒して終わったんだけど、まあ、一つの、なんだ、分岐が終わった、分岐じゃないな。一つのルートが終わったってことで、で、もう一個ね、分岐がね、B 分岐っていうのが出てきました。で、これが見る感じ、3を倒しに行って、てるところの3節から分かれるみたいですね。なるほど。多分3を倒す前にどっか分岐しちゃうっていう話です。で、まあ前回は、人数が増えてきて賑やかになったキャンプ。一行は最後の妹ワンがいる教会都市を上空から攻めることになりましたと。で、ミハイルは上空ゼロたちは進行、地上を進行し、兵士をひたすらね、惨殺します。で、次。あれ?これ何だったっけ?で、教会を目指して進むゼロたち、歌う隊である教会の宗主でもあるワンを守ろうとする兵士たちとの戦いが激化します。とうとう教会の内部に侵入したゼロ。ミハイルはワンを倒すことで全て終わると思っていたのですが、倒したんだけれども、弟をね、作り出していたっていうことで、ワンがね。で、まあ予想外のね、敵の登場に、不意をつかれて殺されてしまうゼロ。で、ミハイルも最後の力をね、振り絞ってというか最後の願いで、敵にダメージを与えることで死んでしまうと。で、自分の妹をすべて殺すことは達成できたんですけれども、何かちょっとね、やり残しみたいなのが残ってしまったというか、完全になんかこう解決できたっていう感じでは終われなかったですね。で、まあね、次 B 分岐行きたいんですけれども、その前に、DLC。買いました。全部でね、2600円かな。これきついよね。もう時間経ってるからまだ中古で買ってさらに DLC だからまだいいけど、ねえ、フルプライスプラ、足す DLC はなかなかきついもんがあるよね。で、まあそれ置いといて、DLC では、各歌姫の話を若干掘り下げて、で見ていけるらしいんですよ。今までこうエンド目指していく中で歌いのね妹たち出てきたんですけども、出会ったと思ったら速攻殺して終わりみたいな感じだったんで、いまいちこうね、背景とかが分かんなかったんですけれども、そこがねらへんそこらへんが分かるようになってるらしいです。で、まあ5から1までプラス0かな。6章全部あるので、まあ、そうですね。5から行きましょうか。5から、4、3、2、1って言って、0で終わりましょう。で、B 分岐に行く前に、まずはね、DLC をやっていこうっていう感じで行きます。じゃあ、まずは、5の章1節。歌う隊の6章5。そして、その使徒である少年、リト。口の悪いね。すっけのある少年ですね。5が欲望の赴くままに旅に出ますが。そうかそうか、あと、そうだね。この、まあ、外伝的なお話では、今までのようにゼロではなく、その、なんだ、各歌姫を操作して戦っていくことになります。で、今やっていく5の章であれば、5をね、操作してやっていくってことになるみたいなので。ねえ、なんか、どんな感じか楽しみですね。ただ、
下ネタが怖い。まあまあ行きましょうか。で、そうだね。5は武器が固定みたいなので、まあね、アイテム、前回使った分補充しといて、かな。行きますか。レベル10がマックスなんだ。へぇ。昔あるところに美しい歌姫と少年がおりました。歌姫は性欲と名誉欲と財産欲と食欲多いな。つまりありとあらゆる欲望がとても強く、少年は心の底からうんざりしていました。これディートかな。お、すげえ、操作できる。なんかそれだけでちょっと感慨深いものがあるんだけど、いきなり目の前に宝箱があるってどういう状況？これちょっと話聞いてみる。まず積んじゃいそうだけど。頼んでおいた荷物ちゃんと全部持ってきたのかしら。ああ大変だったけど頑張って持ってきたよ。これ全部ディトが持ってきてくれたんだ。でも少し多すぎるんじゃないかな。はん？ディトってば女性が分かっていないわ。お洋服もお菓子も夜の姫事も女性にはなくてはならないものなのよ。女性には？おいおい、一般論にご利用ししやがったよ。何か言いまして？いえ、ところで腰が折れそうなくらい重いこの荷物だけど、クソ忙しい戦場に運ぶのはよろしくね、ディト。ああ、やっぱりね。頑張ってたんだね、ディト。待って待って。今日の夜はどのお洋服を着ようかしら。服ね。あれ全部服か。うわ、布がほとんどない服とかあるよ。てかもはや服じゃないよなあれ。当然のことながら趣味がいい服は一着もなしと、露出が全てって感じのやつばっかり。一体どこであれ着るんだ？あれ着て戦うつもり？誰へのアピール？なんて聞きたくもなるよね。ま、僕は余計なことは聞かないけどね。何か言ったかしら？ディット。あ、全部口に出てる。何も言ってないよ。大変だったんだね。今日と明日と明後日の分のデザートを決めておかなくちゃ。これはお菓子か。なんてクソ甘ったるい匂い。あんなもん食ってっから、ファイブからは甘ったるい匂いしかしてこないんだよ。全部また口出てるんじゃない？あ、間違えないでほしいな。甘い香りと甘ったるい匂いは全然違うからね。わかる。男が喜ぶのは前者だから、後者を喜ぶのカブトムシくらいでしょ。もう悪態が止まんないね。いっそカブトムシにでも食われてしまえばいいのに。ディト、カブトムシがどうかして？なんでもないですよ。さあ、あとなんだっけ。今日のお道具はどれにしようかしら。出た、プレイ用おもちゃ。ファイブ一番の宝物だね。何気にこの悪態が説明になってるっていうのが面白いね。使いもしないのにこんなに持ってきてって言いたいところだけど、案外どれも使うんだよな。さすがは欲しがり姫。ほら、
あれなんか使いすぎてすり減っちゃってるし、おもちゃは全部試さないと気が済まない人だからね。ファイブは僕だっておもちゃの中の一つだし。リト？はい。ちゃんと精のつくもの食べないと体が持たないわよ。はーい。なるほど、大変だったんだね。じゃあ行きますか。あー、お洋服のバリエーションが少ない。もっと持ってくればよかったわ。さあ冒険に出発しましょう。この砂漠のもっと奥に行きましょう。普通に言えないかな。砂漠の奥地を目指せばいいんですよね。そうなの。そこで何が待ち受けていると思う？なんだろうね。そう、民をいじめる悪徳領主でも倒せばいいのかな。はん、もっとじゅーっとしちゃうものよ。伝説のお肉。伝説のお肉は？食べ物？ええー、私が今一番食べたいものよ。どうしても欲しいの。まああらゆる欲が強いってことなので、まあ性欲だけじゃなくて、そういう食欲にも向いてるってことだね。食材探しの旅か。冒険とは呼びたくないな。はい、十字架。お肉、伝説のお肉。考えただけでチュンチュンしちゃうわ。ファイブは性欲だけじゃなくて食欲もすごいんだね。そうなの。ありとあらゆるものがすごいの。私、ああめんどくせ。はい、じゃあ行きましょう。十字架の剣、すごいね。なんか銃みたいな。あ、槍か。槍としたら、あーこういう感じか。一発が重いからいいんだけど。侵入者あり、侵入者あり。女と子供です。なんだあいつら、敵か。一発が強いんだけどね、だいぶ振りが遅いんだよね。足を狙えてきたな。ほら、ダメです、動きが早すぎる。はい、お肉回収して、はい、行くぞ。スピリット、あれ全然倒せてない。結構いい感じで突っ込んでるつもりなんだけどな。お前か。彼らの意地を見せてやろうぜ。はい、さっさと殺しましょう。この味方が取り憑かれてることに特に疑問は抱かないのかな、このドラは。ほら、よいしょ。うわ、待って、これが安定じゃないのかな、やってて。さあ、ソルジャーがあと3人。はい、さあ、ラストカウンター。オッケーオッケー、取れたから。オッケー、あれ？
これ終わったら操作キャラクターに加えてくれたいんだけど。その肉の伝説のことどこで聞いてきたの？村人が教えてくれましたの。代々村の者だけが享受できる秘宝とも言うべきお肉ですって。ファイブは村人じゃないのによく教えてくれたね。あら、そこはほら、いろいろと、ムラムラと。もしかして拷問した？はん、なかなかお口を開いてくれないんですもの。でも、閲楽と苦渋の中間くらいでとどめましたわ。したんだ、拷問。ま、僕は嫌いじゃないけどね、拷問。ただ、普通は食べ物ごときじゃやらないよね、拷問。ディトが若干引いてるってのがすごいね。さあ突破。待って、さあここも突破。食べ物、子供だと。この女子供に殺されるぜ。退却退却、急いで隊列を整えろ。宝箱とかないのかな。おお、すごいすごいすごい。ちょっと待って待って、世界を良くするとかなんとか、ワンは随分頑張っているようだね。ファイブはどう？ワンの理想の世界は多分君のそれとはちょっと違うよね。確かに理想の完璧なバッチはありません。ゲルト、私の愛欲に乱された絶頂の世界にしたいと思っています。今より素敵な世界にしたいと思っている点ワンお姉さんの動画です。ちょっとよくわからないです。はい、ちょっとよくわかんないです。何気に使っちゃったんですけどね、あの歌うたいモード5ももちろん歌う歌姫なので使えると。壊せねえなこれ。おっと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 。あー、ディト何やってんので、こっちでかっ。ほらこの多重ヒットを舐めないでほしいね。突撃いいねこれ。さあ行きましょう。体力は全然。宝箱はないのかな？あるね。あるわ。やってもだな。多分取りこぼしてる気がするな。ゴールド。ちょっと前にあるんじゃないかみたいなポイントがあったので、今戻れないし。やっちゃったが、しかもここ来たことあるぞ、そういや。今頃気づいたけど。お前と標的になるぞ。吐きそうだ。吐きそう？おいおい、お嬢様とお子様の来るところじゃねえぞ。とっととお引き取り願おうぜ。生存者は何名だ？わかりません。マップは同じとこっすね。ああ、伝説の肉ってこのオーガの肉のこと？全然違うホーリーと、この子たちのお肉にもう飽きちゃったの。さあせっかくなんで、いや5体出てくるのか。歌うたいモード使おうかと思ったんですけど、まだ大丈夫です。それにしてもオーガの肉が食べられるって初めて知ったんだけど。え、トゥーお姉様のお作りに来たオーガの肉団子は絶品でした。お手製の甘酢あんをたっぷりかけていただいた時は10体分くらい軽く受けました。だから飽きちゃったんですけど。トゥ
ってずさんそうだけど料理とかできるんだ。私はお姉様たちの料理の中でトゥーお姉様よが一番好き。華やかで珍しくて奇抜で派手で神妙で派手で奇抜か。ファイブは自分みたいな料理を好むんだね。さあどうせなので歌うモード。見えないすげえ吹っ飛ばしてるぞ。わけわかんねえ。ああ待ちって。でも他にお肉も見当たらないし、あの村人たちから拷問して聞き出した伝説もこのオーガのことを言ってたのかしら。どうだろうね。泣きたいのは無駄な拷問をされた村人だろうね。やーべ、ディートが超まともだ。すげえな、大変だったんだね。オッケー。なんで両手がもげる。はい、ね、伝説のお肉のを探す旅が始まったっていうところでね、なんだ、伝説の王がしなかったっていうところでまたね、お肉を探す旅を続けていきたいと思います。どれぐらい続くかわかんないですけどね、この外伝的な DLC 一個一個がね、とりあえず5から始めていきますっていうところでね、レベル10がマックスだから多分そんな長くはないと思うんですけどね。五の章一節が終わったんだね。はいはいはい。で、5が、読んでいこうか。強欲の歌姫。歌う隊の六条、5。そしてその使徒である少年ディト。5が欲望の赴くままに旅に出ますが、なんだっけな。お肉が欲しいみたいなこと言うんだよね。村人が教えてくれたという伝説のお肉を探し求め砂漠を旅する二人。果たしてお肉は見つかるのでしょうか。ねえ、これやってるとまあいろいろあるんですよね。伝説のお肉の正体がとうとう判明します。5ががっかりしたその正体とは、そうか、判明したのか。最終的に出てきたのがオーガだったっけな。まあちょっとアジンのちょっと大きい中ボスみたいなキャラクターなんですけど、まあそれをね。食べる風習があるみたいなので、まあそれがね、伝説のお肉だったと。で、がっかりと。で、まあ5はもうすでに食べたことあって飽きてるらしいので、もういらないっていうことでしたね。はい。で、次。2節。砂の国で伝説のお肉を手に入れられなかった2人は山の国で伝説のキノコを探しているようです。伝説好きなんですね。キノコ。はい。なんだろうね。任天堂風になるのか、下ネタで終わるのか、わかんないですけど、やっていきましょう。ねえ、特に買うものはないよね。行きましょう。砂の国では痛い目を見たね。まさか伝説のお肉がオーガだなんて、がっかりですわ。伝説ってそういうものさ、遠くで眺めているくらいがちょうどいいんだ。ということでさっさと帰らない？あら、私そんなの嫌よ。
手に入らないものがあるなんて耐えられませんもん。ま、そう言うと思ったよ。はい。今回のキノコ探しには期待していますの。この山には舌をとろけさせるほどの名品があるそうですわ。また食材探しか。はい。なんで宝じゃないなんだっけ、食材探しに奔走してるのかわかんないですけどね。まあ欲望が強いってことで。お、はい。ディトも大変だよね。DLC やって初めてディトをちゃんとこう見れるというか。ねえ。ただただちょっとなんかこう、下ネタと口が悪いお子様に見えたんだけど。苦労してるんだよね、ディトも。おい。うるさいハエだぜ！そのハエに殺されるなよ！しかしこのままでは無駄死にだぞ！ダメだ落ち着け、騒いでると標的になるぞ。うい、宝箱あったね。さあ突撃だ、突貫します。めちゃくちゃ強いんだよこれ、ね、宝箱ゴールド OK これ楽しいよね。別にこれ5特有の動きではないので、ゼロも槍を利用すれば同様の動きができるので、またねやっていきたいと思うんですけど、楽しいっすね。左にもルートがあるっていうのが気になるね。いけないよねこれ、壊せる？ダメか。気になるね。まあちょっと先進んでみましょうか。これね。こんな寒いところをご苦労さん。僕の姫様の食い意地が張っているせいで君たちに迷惑かけちゃってるね。でも僕もこのメス豚にはほとほと迷惑してるんだよね。ってことで僕は今めちゃくちゃ機嫌が悪いんだ。クソ寂しい。君たちをギタギタに切り裂いて内臓の一つや二つ引きずり出せば少しは温かくなるかな。ねえ大変なんだよこれは入れないか。ここもダメ。メス豚って言っちゃってるもんね。さあ、なんだなんだ。油断するな。見た目に反して凶悪な奴らだぞ。油断するな。一旦退避した方が。そんな悠長なこと言ってられるか。全員死ぬぞ。だ。もうこれだけで戦えるよね。九兵。おい、範囲攻撃は弱いな。ほんと怠慢だねこれは。あ、でも集団戦もいけるけど狭いところはほんと無理か。ちょっと待って、そうなるとあそこの宝箱はめちゃくちゃ気になるね。まあ戻りましょうか。壊せるんだっけ？歌うたいであれば壊せるのかな？歌姫モード？違う。なんだっけ？歌うたいモードか。ちょっと狙ってみますか。飛べないもんね。かっこいいよね。ダメか。めっちゃディト見てる。
なんか見える？あ、宝箱？いや。ちょっと待って。何も見え。わかんねえなぁ。まあ、ちょっと諦めますか。なんかあったっけ、移動手段。ないよね。二段ジャンプとかあればね。使えるんですよね。さあ。将兵が出てるぞ。増援、増援要請。さあ、次。敵だ。奴らを殺せ。ええ、女性の方がいらっしゃるの？ご冗談でしょ？お顔もお洋服も泥だらけ。髪の毛からは腐ったカエルのような匂いがしています。どうしてこうなるまで放っておかれたのでしょう？おいたましい女は穴があればいいってものじゃありませんの。まずお風呂に入って体の隅々まで洗うこと、それからお城と紅できちんとお化粧して、適度に露出のあるドレスを着ると、自分の中の女がほてり出しますの。本当よ。仕上げにその長いな、精をお出しになってちょうだい。こんな場所で剣に貫かれるの、貫かれた方がよろしいじゃねえか。初めてじゃないかな、イオン聞いたのゲームで。すげえな。いや、最初なんかちゃんとアドバイスしてんのかと思ったけど、いや、まあ最後のまあアドバイスっちゃアドバイスなのかな。すげえな。ノーコメントだわ俺。さあ突撃。はい。そんなに強くないのかな、攻撃力自体は。はい。あー、手を置け置け。なんかリトがこけてたね。OK。お、いいね。あ、いいね、いいね、いいね。いいね、忘れてたわ、こういうの。今覚えたこの技で、あ、めっちゃ使える。危ない。あ、間違えた。強い強い強い。めっちゃ強いじゃん。回復。まあ今回はね、この DLC に関してはこうやってこう、なんだ、各歌うたいを操作して戦っていくって感じでしたけど、やっぱりこう、掘り下げてくれるのは嬉しいよね。え？あの人たち、何者なんだ？はいはいはい。死ぬべき者たちだ。お互いに援護しながら生きる。強よ。声出していくぞ！攻撃の手を緩めるな！わかってるよ！はい。
あー、最終的にこれ全部連続好きに変わるのか。もう落ちないでしょ。上に行く場所があったね。なんか宝箱全然取れてないな。危ない。さあ行きますか。あんなわけのわからない奴らにやられるなんて確かにね。ここよ、ここにキノコがあるはずなの。間違いないだろうね。キノコ、キノコ、伝説のキノコ。ああ、目の色変わっちゃった。こうなるともう手がつけられないんだよね。ファイブはケンタウロス。おお、撃破せよ。出たケンタウロス。めんどくさいな。ねえファイブ、本当にここにそのキノコがあるんだろうね。さっきから探してるけど全然見つからないよ。あるわよ、だって拷問した村人たちに教えてもらったんだもん。雪山の奥地に行けばいいものがある。ファイブ、それ騙されてるよ。あら、どうして。このケンタウロスの巣に誘導して僕たちをはめるつもりだったんだ。はめるだなんて、そんなハレンチのこといつ覚えたの。って言ってる。いけないか。今日の夜たっぷりお仕置きしてあげますからね。踏ん張り切ったり大変だね、リトは。緊急回避的な動きがでキャンセルが難しいんだ。おお、整備性能が高いっすね。はい、もうちょっと歌うたいモード使ってもいいんだけど、あともう一匹いるからね。危ない。さあ落ち着いた。 OK、 仮にこれが伝説のキノコだとして、あ、そっか、はめられたんだ。ああ、仕留め拾えなかったけども、もうちょっと。うわ、カウンター決めたかったな。危ないすげえ吹っ飛ぶな。結局今回は無駄足か。見つかる気が全くしないよ。暑い砂漠や寒い山の中を回りましたが、おいしいお肉もおいしいキノコも歌姫は見つけることができませんでした。一緒に旅していた少年は死にたくなるほどうんざりしていました。
はい、伝説のキノコの書、クリアですね。まあ、なんだろうね。見つからなかったと。最終的にどうなるんだろうね、本当に。OK。ということで、今回は以上ですね。ありがとうございました。15万。